神奈川県の出身の選手が多数いまして、その多くがこの大会で活躍した選手です。女子も活躍してきますと、セブンス7人制の全日本の代表に櫻井さん、清水さんという高校生が選ばれております。この大会はそういった選手を生み出す大会です。みんなも、その誇りを持って一生懸命戦ってください。この大会も今回で27回目を迎えております。もちろん、この大会試合ですから皆さんぜひ勝つために一生懸命やってもらいたいんですけれども、勝つだけではなくて、この大会を通じて、そしてこれからのラグビーというスポーツを通じて仲間の大切さ、そしてチームワークの大切さというものを日々学んでいただきたいなというふうに思います。また仲間だけではなく自分自身が粘り強く頑張れば必ず成果を出るか、そんな思いを、ね、思って頑張っていただきたいなというふうに思います。この大会、本当に先ほどお話ししましたけど、6年生は今日は最後の試合がありますので、日頃ですね、各地区のコースの中に指導していただいている内容をもう一回試合中に思い出しながら、次のないような試合ができるよう、ぜひですね、頑張っていただければなと思いますので、これを一日にかかって、また健康を応援します。以上です。また今年も取ってね、はい、先生、我々選手一同は日頃の練習の成果を十分に発揮し、正々堂々戦うことを誓います。平成27年3月1日立林ラグビースクール西本寮ラグビー正々堂々